どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。さて、ボス戦という感じかな?タートルボール集めきってるんで、早速行こうかなと思います。特になしだね。さあ、ゲットしてきたよ。さあ、赤、青、黄色、緑。おお。すごい、さすがトータルボールでさ、タートルボールです。だよね。普通に噛みそうやと思う。おかげで入り口が開いたし、これでいよいよ土神様に会えるかもーと。よくよく見たら亀だったんだね。かわいいね、お前らね。なんか変わるかな。お先にどうぞー。ご利益ね。ご利益か。ご利益あるかな。お宝がある。お宝?賽銭箱?調べる。土神寺院巡り、土神寺院の由来、10コイン。ほい。おお。この洞窟には太古の昔より大地を司る土神様が住まわれると言い伝えられています。土神様は大地を盛り上げるほどの力持ちで、非力で器用なのこの子たちに大人気の神様です。この洞窟は土神寺院として多くののこの子たちが訪れる土神信仰の聖地となっています。ブツって切れるね。ってことはさらに10コイン。ありがたい岩。この岩は見ようによってはなんとなく土神様の姿に似てないことにもありません。なんとなく、見ようにね、よってはって感じか。これをありがたく、ありがたがるのこの子たちから、いつしかありがた岩と呼ばれるようになりました。土神様の甲羅は、まさにこの岩のように固く、どんな攻撃からも身を守ります。ガチャン。よし。マリオ様、この岩ありがたく見えます?私にはさっぱりわからないです。ええ、僕もわかんない。ありがたくは見えんな。これは?この壁にある傷のような模様は鏡神の戦いで土神様がつけたと言われているんですよ。マリオさん、マリオさん、お前ら誰かいるだろ。この中に閉じ込められています。助けてください。お願いします。だいぶおられたね。助けていただきありがとうございます。あ、ナレーションのシステムが壊れちゃったみたいです。代わりに私が説明いたします。じゃあ聞いてみましょうかね。この壁にある傷のような模様は神々の戦いで土神様がつけたとか言われてるんですが、実は手足の爪攻撃より口から吐くブレス攻撃の方が強力だったそうです。ブレス吐くの?ブレス吐くの?亀なのに?ガメラじゃん。最後かな ?4 聖域への道。土神様の本ご本尊へと導く参道です。段差になっている点、泡足元に十分ご注意ください。お、電気がついただけか。あれ?だよね。道理でついてないわけだよね。土神様を見に来たなんて丸められちゃうなんて、ここって本当にご利益あるのかな?ないね。お、一応揺れるんだね。ほう。でもアイテムは特になしと。あ。カエルが。
いや、カメムシか。はっ、カザこそ血を這う夢見ていたような。まあ、見てたね。どういう心理なんで、痛そう。楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか？この寺院を出てすぐの露店で売ってますので、ぜひお立ち寄りください。ちょっと待って、その前にね、キノピオがね、一匹逃げたのよ。わかる？ねえ。どこ逃げた？いたー！やばい、やられる、逃げなくちゃって思いました。虫さんも大変ですよね、気持ちがよくわかりました。いやー、虫の気持ちにならなくても。絶対に叩かないでください。お？倒れちゃった。ああ、大変、土神様が倒れちゃいました。バチが当たっちゃうかも。どうしよう。背中がひんやり。あ、洞窟奥の方まで続いてるんだって。へえ。何も考えずにやっちゃったけど。ご利益ありますように。こちらが土神様の勇姿をかたどったご本尊となります。すまん、倒してしまった。無敵を誇る土神様、唯一尻尾が泣きどころという。刺激されるとひるんでしまうとか。へえ。強いだけでなく、そんな弱みもある親しみやすいところが人気の秘密かもしれません。でも尻尾といえばマリオ64のクッパだね。終了となります。ご来場ありがとうございました。一応紙がもらえると。そしたら、ちょっとアクセサリー屋さん気になるんで、アクセサリー屋さんに一回戻りましょう。多分ダンジョンがあるっぽいんでね。さあ、アイテム屋さん、アクセサリー屋さんだね。で、話しましょう。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか？ガードプラス。ハートプラス。キノピオチャイム。7000が買えなくはないか、全部買おう。ほい。おー。のこのこの甲羅やね。かっこいいね。ハートプラス。ほい。いやー、ゼルダのハートだね。ハートの器だった。キノピオチャイム。ぜひぜひ。キノピオ、これで探しが楽になるかなって感じだね。はーい、忘れずに。こんな感じ。全部一応つけれるんだね。ああ、じゃあこのシリーズが全部揃ってて、ここが特別なんだね。お？チリチリーン。はあ、この辺りいるよってことか。あ、間違えた。まあ多分でも、まだだろうなぁとは思ってる。じゃあ、戻りましょう。はい、では戻ってきました。じゃあ続きやっていきます。さて、洞窟の奥には、っていうとこだね。おう。ラッキー。危なっ。おう、あのまま落ちたらって感じだったね。じゃあセーブして、嘘。そういう原理ね。画面見えないからね。おお、ここは大丈夫なんだ。へえ。さあ回復。なんか、祠っぽいところがあるけど、この奥には。おー。見て見てー。ぽい場所来たねー。あれって土神様のお顔？おっきいですわ。アングリーお口が開いてて、中に入ってみたくなりますわね。ところで、奥まで来ても誰もいないんですわ。折り紙兵がいっぱいいたらどうしようと思ってたけど、
いましたね。キャー、やっぱりいたー。さあ、ウェーブバトル。相手先生かな。さあ、敵を並べろということで、はい、整列成功となると、ジャンプだけどアイアンブーツ使うか。おお、そうだね、ダメージ上げていかないと結構辛いんだよね。で、これを壊れかけてると、まあ、使おう。さあ、クリア。さて、そうだね、武器がもうちょいで壊れそうと。回数制限あるみたいだからね。おう、あ、やっぱ進むんだね。へえ、面白い。さあ、これで OK。 はい、ジャンプ。これで踏むとちっちゃくなると。さあ、敵を並べろ。こうかな。まあ、これは多分普通に、で、ハンマーで、14、あー、全然倒せるね。まあ、でも面白いのは、最初に踏んでおくと、敵がね、甲羅状態になってるのはありがたいね。お、まだ。足りぬというか。お、キラブーツ。よく説明見てなかった。キラブーツ。トゲは踏めないが、アイアンよりちょっと強くなったブーツ。ほー。アイアンが壊れたらちょっと試そうかな。そっち。まさかの下がる方だったな。いっぱいいるー。さあ、ウェーブバトル。さあ、まずは並べて、マリオのブーツで、これやっぱそういう感じか。なるほどね。でも普通にエクセレント取れればいけるから、まあいいや。確実に行こう。ほい、ほい、ほい、ほい。やっぱ確実に行っててよかった。アイアンブーツが壊れた。こういう感じになるんだね。じゃあ、キラブーツと入れ替えだね。助けていただきありがとうございます。私、土神神の管理人です。お前、めちゃくちゃサングラスかけてるけど。見た目とウルハラやな。私の想像で作ったご本尊ではリアリティに欠けるため本物の瞳で見ようと見えてきましたが、もう少しでパサパサにおられるところでした。っていうか、ちょっとおられかけました。やっぱりここは危険すぎるので帰ります。マリオさんも気をつけてください。帰れ帰れ。お、土神様のところは全部ゲットだね。
じゃあキラブーツに変え、あー並べ替えはその場でできないのか。さあぐるっと回って、さあ裏道、やったー、ハンマーゲッチュ、キラハンマー。近くの敵を叩いて攻撃するより結構強くなったよ。強くなったか。間違えて三角ボタンを押してしまうキラハンマー。まあ金色の折り紙とか結構貴重だったからね、小さい時思い出すけど。うおっとしかもウェーブバトルか。さあクリア。見えねえさあ久しぶりのエクセレント。ハンマーが意外と慣れないのよね。2回、いや3回か。さあ左にいたよね。あでやり直しができると。あ、心配しなくてもっていう感じか。はあ。やっぱ甲羅強いね。はいはい、よこせよこせー。で、あ、お宝があるだけ。岩。まあまあ、確かに。見た目綺麗だからね。1000円ゲッチュ。じゃああれはちゃんと行かないといけないわけだね。あーランダムなんだね。はいはいはい。で次が戻って、この次だね。ものすっごい裏側が気になるけど。あら？ほう。あら、一周してきちゃった感じだね。あれ？なんか見落としたかな？岩を見てみますか。お、入れた。なるほどね、よく考えてるわ。ほい、もう一回。サコインゲッチュ。さあセーブ中。そろそろかな。お、縦は難しい。あ縦は難しい。手
あら、ちっちゃくはならなかったね。さてと、じゃあまずはジャンプだね。さあ次ハンマー。やっぱ潰れるんだね。おお、マリオさん、危ない仕掛けがいっぱいで私心配です。ダメージを受けたら無理せず回復アイテム使ってくださいね。そうなんだけどさ、これ確実に燃えちゃうやつだよね。なんか違うのが一ついるね。よし、やばい。ちょっと待った、この数はちょっと多くないかい。わかんね。とりあえず5回はいけるから。いや、こんなに出てくると思わなかったな。ちょっと確実にいこう。このゲームね、マッチでダメージ食らうときでかいからな。で、ここほい。さあ敵のアクション、おお、ガード成功。でも14いてえなー。整列大成功こうってなるんだね。さあ、あとはそれを蹴ってしまって終わりと。そうだね、何も出せなくてもやっぱ蹴れるんだね。そうだった、コインが落ちるんだった。おお、ちょっと早め。スススススス、よし。さあジャンプで、先にかけちゃって、で、紙回収の、さあ行くならこのタイム。タイミングでは全然合ってなかったね。ほい。待て待て待て、左か。ああ、今の、はいはいはい、ああ、なるほど。なるほど。そういうことか。スススススス、ぐるーっと。なるほどね、これ面白いな。さあセーブ、結構優しめだね。ここここここと、うんですよね。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。でも腰、
ペラペラ。お、即死。はあ。即死はちゃんとあるんだね。じゃあやりましょう。いや、痛い。あ、意味が分かった。はい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 、そういうことね。多分そういうことだと思う。ちゃんとしゃがみマリオになってる。あ、てかやっぱ帽子そういう風に握ってたんだね。危なかった。穴に入ってやり過ごすなんてさすがでさ、マリオさん。いやー、3回目とは言えねえ。てか潰れてもシールだから大丈夫そうなの気はするんだけど、気のせいかな。あ、HP マックス20アップと。へえ。しかも全回復するっていうね。すごいね。20、でもさ、敵のダメージほんと、強いからね、このゲームね。これで、一周できたかな。さあ、剥がして、着いたね。さあ、いよいよお口に突入でさ、中はどうなってるのかしらと。特になし。じゃあ行きますか。ちゃんとセーブポイントがある。セーブ中。日がさしてるね。さあ、どんな感じなんだろうね、土神様ね。ん？なんか巨大な穴が。ここで行き止まりか。土神様、どこにいるの？あ、マリオさん、あれ、何かしら。なになに？え？こいつが実は敵なんじゃないかって思うよね。地面がボロボロだなんて浮いてて分かんなくてごめんなさい。まあ確かに浮いてるもんね。ところでさっき上から緑色の変なものが見えたんです。あれは一体何だったのかしら。あー、土神様ですな。でかっ。土神さん、これって折り紙？本当だね、折り紙だね。きゃー、大きい、かっこいい。いや、これ作れたらすごいなー。土神様、折り紙にされてもうお話なんかできないみたい。こうなったらバトルして静まってもらうしかないかも。そうだね。倒すしかない。さあ、ボス戦。BGM かっこいいねー。いやー、さすが神様でさ、よく見たらすっごい強そう。後ろ、亀じゃんって。まあ、亀なんだけど。背中の甲羅の折り方もカッチカチのこっちこっちでとても硬そうですわ。はいはい。あ、でも腕と足とかはそうでもなさそう。さあ、今回は矢印をつなげろ。あれ、マリオさん、ボスバトルは今までと戦い方が違うみたい。土神様がドーンとリングのど真ん中にいるから攻撃が届かないかも。はいはいはい。あのチカチカしてる矢印は赤い丸のところに持ってくるの。そうだね。あ、逆逆。
はい、持ってきて、で今こういうルートで進めると。じゃあそこに、そうだね、矢印持ってきてだね。いや絶対まあこうか、しゃあないね。さあ大成功。さあ攻撃するんだけど、そうだね、カチコチじゃないところを狙いたいねってなると、じゃあキラーハンマー使ってみましょうか、せっかくなんでね。7、おお、畳んだ。ガードしないと痛そうですわ、確かに。はい、ガードね。待て、何回攻撃すんのマジか、複数回か。さあ次はどうしましょう。右手、そうだね、やってみますか。とりあえず、あー、やっぱそうなるか。はいはい、攻撃ができないと。しかもね、じゃあもう一回しましょうと。2回ね。とりあえず、ここに持ってこないといけないのはって感じなんだよね。こう、そうなんだよね、結局3回、これか。いやー、これ結構考えると難しいで、ね、あ、削れてるんだったらキラハンマーだね。さあその調子と、ガードしますか、頑張って。さあハートも出てきた、途中回復できるのはいいね。タイミングが大事なんだ、私は思いましたと。さてこの状態で多分まっすぐ進むから当たって、ああこれ内側から外にしか向いていかないのか、なかなかだね、そういうシステム的なところで言うとね。どうしたもんかな。そしたら多分これ当たんないと思うんだけど、あ、はいはいはい、矢印がないとダメ。へえ、なるほどね、急に2から3に増えるか。そしたら、じゃあ行ってみよう。土神の甲羅はとても硬い、攻撃するときは甲羅から出ている部分を狙うんだ。ってことはこれ攻略方法ね、ハンマーだね。あー、甲羅か。
一回アイアンで踏んでみよう。おお、すげえ、ダメージなし。なるほどね、面白いね、こうやってするとね。さあ矢印をつなげろと。そうなんだよね、アイテム取ろうとすると、そうだね、アイテム取ろうとすると基本的にはという感じだね。まあそうなるよね。さあ、ああいう風に分岐が出てくると、ハンマーだと通るんだ。へえ。さあガード成功。さあ矢印つなげて尻尾狙っていきますが、結局、あ、ディスったはいはい、で、これでいいか。まあシンプルに考えた方が楽だね。ハンマーでぶったたいて、さあ次、次は右側。まあとりあえずそうだよね。これを置いてみたいで、ハートプラス1は2回攻撃ってことかな。その可能性高そう。ほう、わあ、すげえ、そういう組み合わせができるわけね。さあ次はこうなってくると頭狙うか。ゲッチュしてたね。じゃあ尻尾が弱点。ああ、じゃあやっぱり尻尾一発狙った方が早いんだ。さあ頭は、頭畳むと尻尾が出てくると。ああ、どういう風に楽するかっていうのも一つ。
まあ、コインかな。さあ、2回。さあ、キラハンマーで。おう。さあ、全部、畳んだね。コインゲッチュ。さあ、敵のアクション。あ、そういうモーションね。さあ、土神様の様子がなんだか怪しいですわ。手も足も出せない。今のうちなんとかできないかしら。あれあれ？もしかして。あ、神の手魔法陣。へぇー。ルートの最後に置くといい。あ、やっぱこれができるんだ。そしたら。多分。入らないもんね。で、あー、やっぱ攻撃したら止まるんだね。さあさあ、まあでもいい勉強だったね。これでなんか邪魔が入らないようにコントロールするっていうのも大事だね。さあさあ、神の手アクション、魔法陣発動。お？さあ、ひっくり返して一気に決めちゃいましょう。ほい、ラッシュタイム。ほう。あ、はい、どうぞ。周りに気をつけて振りすぎ注意でお願いします。はい。おら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 。おお。いや、一番強いじゃん。やった、お見事です、マリオさん。めっちゃ途中手こずってたけど。そうだね。尻尾一発でいけたら一番気持ちよさそうだね。お？魔法陣。え、土亀様が随分小さくなったみたい。土亀の書。あ、能力手に入るのか。書？土亀様が。書？片言すぎるわ。あ、これって土亀様の折り方が書いてあります。土亀様が私たちに自分の折り方を教えてくれたのかしら。ふむふむ。ここが山折りで、ああ、なるほど。ここは谷折りか。ふむふむ。ふう、なんとか土神様の折り方を覚えました。なんだか土神様が私の中にいるみたいな、そんな気持ち。あ。これで魔法が使えるわけか。じゃあ、神の力。すごい、目ん玉がついてる。ねえ、マリオさん、どう？私、土釜様みたいじゃない？すごいね。一瞬で甲羅がね。今の私はとっても神様気分。土だってどうにかできちゃいそう。よーし、それじゃあ、早速。盛り上げますわよ。なんか違う風に聞こえるの俺だけかな。あ、やっぱそうだったね。
盛り上がったね。ああ、なるほどね。こういう風に力を手に入れていくっていうのが、今回か。どう盛り上がったでしょう。いやー、素晴らしかったね。私、土神さん、魔法陣が使えるようになったみたい。早速、この力で見晴らしタワーも盛り下げちゃいます。あ、盛り下げることもできるわけね。あら、これは何もない。よし。じゃあ、盛り下げに行っちゃいましょう。おお、うわー、どこ乗ってるの。土神様に祈るなんて罰当たりな。僕たちのお祈りを邪魔しないでよ。すまんな。あ、叩くのはいいんだね。ああ、そうだね。じゃあ次回は盛り下げに行くんですけど、今回ここまでにしましょうか。ボス戦も結構長かったね。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。